はとっても綺麗で、でも今思えば来てなかった、あれはいわゆるバッデイドリーム。光が眩しすぎて周りが見えず、ただただ日々を頬に振ってたあの日、今だから笑えるよ。とっても重くて、プレッシャー悲願にそれに勝つためにただ嫌なやつで、そして気がつくと真っ暗な部屋に一人ぼっちだった。終わったもん